昔この浜で大戦があったことはご存知ですか。恐れを知らぬ4人の武士が何千騎もの猛虎兵や鬼と争い、その身を投げ打って対馬を滅びの定めから救ったこと。Oh!
お手伝いできることは? についてのご用があればお役に立ちましょう。 もし太刀のお手入れをいたしませんか? 太刀のことならお任せください。 酒井様、十分な素材をお持ちください。 また来よう。 ご遠慮なくご覧ください。 戦でお使いください。 登り旗は見つかりましたか。武家のお話をご存じなのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。今から少し昔のこと、賊に囲まれたことがあってな。一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが
丘の上に列をなし空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと俗も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。あなた様のご助力ありがたく存じます。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。鎧はお体に合ってます？何を直しましょうか。これで安全です。より頑丈になりました。材木、布を扱います。お目が効きますね。いいものですね。さあどうぞ。
また頼むぞ。これほどの品はありません。お役に立ててください。あなたのご武運を。
待たせてしまったな。 ここで死ぬかと思いました。 安全なところへ。 抜かるでないぞ。 この島はどうなる。
動くな。命の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。御作の鎧を見たことは？まさか。滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。私にできることなんてあるのか。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。猛虎も怖いけど、俗に怖い。Yeah!
待たせてしまったな。助かりました。行け、達者でな。どうぞ、何かのお役に立ててください。Thank you.
Thank you.
宝石者がいるだと。酒井様だけが対馬の望みです。猛虎は湯を恐れているのか、荒らされているところはないようですね。硫黄の匂いを嫌うのか、
疲れと病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。ありがとうございました。さあ、早く逃げよう。どうぞ、お受け取りください。ありがとうございました。ここへ。
かつての平和を取り戻してください。についてのご用があればお役に立ちましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀でどうか我らをお守りください。逃げ出してやる。誰かに連れ出してもらえ。聞いたか、石川先生は。弓を見て差し上げましょうか。申し分のない出来でございます。長尾忠頼様も羨む弓です。ではまたいつでもお越しください。走れ、鍵。
Thank you.
手は誰だ。待たせてしまったな。ああ、助かった。ありがとうございます。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。Самурай бол хот өөртний болгоно. Ямар нэг юм харуу юм алад. Хөө
い、お道具が半端。あつちょくた、ぞくちょく、おつくた。なお這い上る崖の玉松。